皆さん、明けましておめでとうございます、2020年1月9日今日から始まります小室由里のネットでウィークエンダー。はい、ウィークエンダーって言いますとね、新聞によりますとっていうのが、定型句で始まった昔の番組ですけれども、まあ、そういう新聞によりますとというぐらいですから、実際に起きた事件とかニュースを題材にして、報道するっていう、まあ、バラエティ枠だとは思うんですけど、まあ、そういう番組でしたね。で、このネットでウィークエンダーでも男女コミュニケーション専門家として活動されてらっしゃる小室由里さんに、主にですね、セクハラとか、まあ、性被害関連のニュースをですね、取り上げていただいて、まあ、これはこういうところが良くないんじゃないかとか、こういうところをもっと改善していった方がいいんじゃないかとか、そういったご意見をいただきたいという番組です。はい、ちょっと硬い感じで始めましたけどもね、普段どんな活動してらっしゃるとか一応自己紹介しといていただいていいですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、改めまして男女コミュニケーション噛んだ、噛んだ、まあ、プロでも噛むんですよはい、男女コミュニケーション専門家として活動しております小室由里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。活動内容としては主にこう男性と女性異性間に特化させたスキル、そしてこれからの時代多分これが一番必要になってくるマインドセット、男性と女性はそもそも違う生物なんで、違うということを前提にしないとコミュニケーションうまくいかないよ、今まで通りだと無理だよっていうマインドセットのお話をさせていただくセミナーとか講演会を主にやってます。なるほどですね。あとはカウンセリング、電話でのカウンセリングとかアドバイスなんかもさせていただいてます。電話でのカウンセリングなんかもやってるんですね。やってます、やってます。あの、まあ専門がやっぱり性の世界なので、ぶっちゃけセックスのご相談は一番多いです。なるほどですね。ぶっちゃけ多いです。はい、まあ、まあそうでしょうね。はい、小さなものから、ご本人にしては小さなものではないんでしょうけど、わかりました。いろんな相談を受けたまっております。はい。はい、で一応小室由里さんの横で話してるこいつは誰やという誰やねん話になると思うんですけど、まあ、一応あのこの番組を企画してこう話を回していくっていうだけの立場だけだとつまらないので、まあ、男性としてここで話を聞く以上何か質問があったりとかですね、あれば男性として決して嘘をつかずに正直に答えますという立場で参加させていただければと思っております。はい、領事と申します。よろしくお願いします。領事さんよろしくお願いします。はい、では、始まりました小室由里のネットでウィークエンダーですけれども、まず最初の話題として小室さんが選ばれたのがこちらですね、見えてますでしょうか、ツイッターでもトレンド入り、宇崎ちゃんは環境型セクハラで、アンアンは OK なのはなぜという疑問続出というですね、これはあの柔らかニュースサイトガジェット通信というのがあるらしいんですけれど、そこで去年、まあ、話題になったニュースですね。まあ概要を説明しますと、日本赤十字社の献血ポスター、で、宇崎ちゃんというアニメのキャラクターが過度に性的であると、炎上したのを受け、まあ、アンアンのセックス特集、これはもう夏のもう特集で特別ですよね、風物詩的なやつで、田中圭さんがその前でしたかね、でその前は確か指原莉乃さんがやってたかなっていう気がするんですけど、それはいいのかというのが、まあ、ツイッター上でかなり炎上したというニュースですね。で、じゃあどんな絵柄なのかということなんですけど、これ知が宇崎ちゃんですね、漫画でアニメにもなっているキャラクターです、でこちらが、まあ、山田涼介さんのセックス特集、こっちはアウト、こっちは OK なのはなぜかと、まあ OK NG っていうふうに誰も決めてはいないんですけど、まあ、社会風潮的にそうなっていると、
で、まあ、アニメ好きな人たちがやっぱり多いんでしょう。で、彼女のキャラクターのファンもたくさんいるんでしょうけど、うん、これがダメだというなら、うん、こっちもダメじゃないの、うん、っていうのが、まあ、相当バトルになっているとツイッター上で、はいはい、まあ、日本平和だなと思うんですけどね。私このニュースがなかったら、はい、宇崎ちゃん知りませんでした、うん、あ、そうですか。で、はい、気になってたところにちょうど新宿駅に掲げられてたんですよね、はい、この宇崎ちゃんの看板が、はいはいはい、多分、うん、この献血のポスターだったと思うんですけど、すね、はい、うん、これがなかったら多分接することはなかったな、はいはい、うん、まあ、あの、もともとはその献血の場所でこのポスターが貼られているのを見てアメリカの男性がちょっと TPO に合わないだろうというのを英語で書き込みしたのを受けて、まあ、太田さんとかいうその女性の弁護士の方が本当に環境型セクハラがひどいというので取り上げて、まあ、炎上に至ったということなんですけどね。どうでしょうっていう、本当にねえ、いや、率直に言うと、はいはい、初めてそのポスターを見た時にやっぱり気になるのってここですよね。まあ、ここですよね、うん、キャラクター的にもそういうキャラクターですからね、漫画の中でも、うんうん、はい、やっぱ女性目線でも胸に目が行くので、うんうん、ここまで誇張しなくてもいいんじゃないのっていうのは率直に思いましたよね、はい、女性目線としては、はい、うんうん、なるほどですね、うんうん、まあ、男性の人気を得るために必要としてやったっていう出てきたキャラクターなのかもしれないですけれどもね、うん、はい、じゃあ、ね、アンアンの方はどうなの、うん、っていうと、はい、私これ、うん、あの、目線が男性なのか女性目線にこう購買層があるのかの差もあるのかなっていうのは思いますよね。今のこう男性が求める性とかってちょっとこうね、セクハラ問題とかにも引っかかってくるんですけど、男性が求める性っていうのがあかんもんやと、いけないもんだと、あ、なるほど、はいはい、環境型セクハラもそうだと思うんですけど、うんうんうん、はい、今まで良しとされていた男性の性というものが見直さなきゃいけないんじゃないのって言われてるじゃないですか、はい、それに対して女性の性っていうのは、うん、もっともっとオープンにしていいんじゃないのって言われてるじゃないですか、はい、そこの差がここにも現れてるんじゃないのっていうのは感じますね。なるほどですね、うん、まあ、確かに実際にこういうアニメキャラの性的と言われても仕方のない描写、うん、はい、とこういう女性向けに作られた描写とどっちが多いって言ったら、もう圧倒的に99対1、まあ、むしろ9999対1ぐらいの割合ですよね数的に、うん、はい、それをこう大々的に女性にも受け入れられる女性が求める性の代弁者としてアンアンは成り立ってると、はいはいはい、いうところで、うん、アンアン OK みたいな、うんうん、なるほどっていう、そういう意見も多かったんじゃないかな、まあ、おそらくそうでしょうね。でちょっと先に進めていくと、うん、そのそれは差別だから両方 OK とか両方ダメにした方がいいんじゃないっていう、その文句言ってる人の主張をですね上げてみると、個人的にはアンアンのセックス特集も男性タレントのヌードも別に構わないし問題ないと思っているのを前提として、でも普段から女性の性的搾取、男女差別、フェミニズムと嘆いてる一部界隈の方々はこの特集にも全力で怒っていただかないと君らの主張は今後全く信用されなくなるぞという気持ちということなんですよね。まあ、これがまあ差別だと言ってる側の主張の代表的なものってことですね、はい、うん、で逆にそれがじゃあどういうふうに論理展開していくかというとですね、あのちょっと内容が違う話になっていってたりとかもするんですけどアンアンのセックス特集の件は二次元に文句言うなら、うん、アンアンにも文句言えよというふうに持っていってはダメで、うん、アンアンのセックス特集が OK なんだから二次元の絵だって問題ないよねというふうに論理展開しないと、で A の擁護派が A がダメなのに B がダメじゃないのはおかしいという論理展開した時に、そうですね A も B もダメですって言われると詰む、うん、まあ、確かに
まあ確かにダメになっちゃいますよね、完璧に、うん、なので B が OK なら A も OK という論に持っていくべきなのよという、まあ、こういう意見が、まあ、実際記事の中でも抜粋されてたりするんですけど、これはでも本来なんか論旨のすり替わっちゃってますよね別にどっちが OK でどっちがダメかっていうのと、うんうん、案は OK か OK じゃないのかっていうのとは違う問題になっちゃってるんで、うん、まあ、それぐらいツイッターで問題になっているってことですね、うんうんうん、はい、でまあ元の絵に戻しますけど、うんうん、さっきの A も OK なら B も OK ってこう営業手法みたいな感じになってますよね、はい、本当そうですね、うん、ただどうなんでしょう、私は実際の問題、まあ、男性ですけどこっちも案案も全然ありだと思うんですね、うんうん、っていうのはこれそもそもの話が、うん、アンアンはセックス特集じゃないですか。アンアンはセックス特集、はい、うん、女性にセックスの特集を読んでもらうためのものじゃないですか、うんうん、でもこっち献血ですよね、献血、はい、うん、本来性と関係のないものにそれが出てくるのが問題なんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですけど、まあ、うん、だからといって私これがダメとも思ってないんですけど、やっぱりこれを使ったっていうことは、うん、ターゲティングをこの世代の男性にっていうことですよね、向けたってことですよね、ターゲティングの問題、マーケティングの問題、うん、はい、なのかなという気がね、単純にしますけど、で、まあ、最後にですねこんな感じのスライドを用意してみたんですけど、男性の皆さんどう思うんですかね、実際これは、うん、多分論点としては女性誌だから、女性が見るもんだからっていうところに対して何かを感じてるのか、うん、山田涼介がイケメンだからっていうところに何かを感じてるのか、うん、そっちは売ってるんじゃんか、でしかもよく売れてんじゃんかみたいなところでちょっとやっかみをしてるのかとかですね、うんうん、まあ、いろんな意見が出るような気もするんですけどね、これあのよく売れるからって、もしこれをこうと捉えるとすると、うん、ここがあの週刊ポストの死ぬまでセックス特集はいいのかっていう女性に向けられるのとなんか同じ感覚になるのかな、なるほど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 、なんて思っちゃった、うんうんうん、どうなんですかね、一番気になるのってここなんじゃないの、イケメンだから、イケメンだからっていう俺たちがやったらダメなのかみたいなそうか、なるほどね、俺たちじゃダメだろうっていう、俺たちがあの表示だったらアウトになるんだろうっていう、いやキモいで終わるだろう、まあそうですよね、はい、え、領事だったらやる、いやお仕事だったらやりますけどね依頼されれば仕事だったら、はい、お仕事ですから、結構結構うん、ねカッティングエッチなグラビアですよね、はい、このアンアンのセックス特集の男性グラビアって、うん、はい、そうビレッジヴァンガードとかでも最近これ系の写真集出してるんですよね、男性の、はい、まあ、ビレッジヴァンガードが出してるわけじゃないですね、特集組んで、うんうん、特集コーナー作って売ってたりするんですよ、うんうん、で、まあ、確かに耽美的な綺麗な男性の結構際どい写真が載ってたりするんですけど、まあ自分的には見てありかなと思いますけどね、でもそれを男性界隈で言うと、うん、お前そっちの人なのってすぐ言うじゃないですか、男性って、まあ、そういうだから決めつけたい人っているわけじゃないですか、なんか何かしら決めつけて自分でコメントを入れて評論家になりたい人っていっぱいいて、うん、でもそうじゃない、今生身で生きてて困ってる人たちとかそういう人たちもいっぱいいるわけでしょ、そういうプレイヤーの人たちにとって、うん、じゃあそういう議論ってどういうふうに受け取られるのかなっていうのも、やっぱりこういうセクハラとか、まあ、性被害の問題とつながってくるのかなっていうような気はちょっとしちゃうんですけどね、そうですね、うん、じゃあ女性が女性のヌード写真集を買うと、うん、もう単純に対女性が女性に憧れる、うんうん、なんか綺麗だよねっていうところに落ち着きそうじゃないです、うんうんうん、男性が男性のヌード写真集買ったら、はい、お前そっちってこう茶化されて、女性が女性のヌード写真集買ったら、うん、あの子可愛いよね素敵だよねってこう上げられるっていう、はいはい、この差っていうのも、うん、多分ここにつながってる話ですよね、うん、最終的には、なるほどですね、うんうん、なんていうふうに思いますね、まあ女性が
監督している AV とか女性向けのまあなんていうんですかねヌード写真集とか、うんうん、出ると一時はと話題になってそれで終わるところが結構あったりするじゃないですか、うん、あのセックス特集も多分そうだと思うんですよね、はいはいうん、だからもともとは何年かに1回だったものが今毎年になってるんだと思うんですよ、うんうんうん、まあだから先ほどのね小室さんの話じゃないですけれど男性と女性とでやっぱり完全にその性的なものに対する見方感覚っていうのが違うんだっていうのはみんな分かってないといけないのかなっていう気がしますけどね今まだ分からないと思うけど、うん、徐々にそれがフラットになってじゃあ10年20年経った時に、はい、じゃあ女性の写真集を女性が買った時にどういう反応が起こってくるか、うんうんうん、男性が男性のヌード写真集を買った時にもっとフラットに捉えられる、うん、そんな社会が今後形成されていくんじゃないかなって個人的には思ってたりしますけどね、うんうん、まあウィークエンダー的に言うと日本はまだまだそういうのがすごく遅れてるんじゃないかなと遅れてるいうのはねものすごく感じますけど、はい、じゃあ小室さん最後まとめていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、アンアンはいいのと思いますか。これをご覧の男性のあなた、うん、どう思いますか。ぜひご意見の方お待ちしております。怖えー、どんな意見が来るのか怖いな聞いてみたいです。お願いします。じゃあ第1回、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。